それではここで、去った1月21日、南城市長選挙において、歴史的勝利を収めました、新南城市長の武家南昌珉様よりご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。南城市長選挙勝ち抜いてきた武家南昌珉です。よろしくお願いします。ものすごい数と皆さん熱気と圧倒されそうです。南城市長選挙は私たちはみんなが主役、南城市民の会という組織で戦いました。3つの基本理念を掲げました。1つは憲法を守っていく、2つ目は憲法書の実現を目指す、で3つ目が政策は市民の声を聞いて作っていく。そして、結果、本当に市民一人一人が自分の選挙、つまり武家南昌珉になり変わって、一生懸命南城市民の方が最後まで諦めずに戦った結果が65票という差の激戦を勝ち抜きました。そしてもう一つの大きな勝利の要因は、南城市民以外の方々も南城市のためにどうにかするんだと、南城市を勝てば名護市も知事選も勝てるんだという思いで戦った。多くの名護市民の方も南部の南城市の私の事務所に大勢の方が来て声援をしてくれたことに本当に感謝を申し上げます。ありがとうございました。政府は辺野古で戦っている方々を抵抗勢力とかと呼んでますが、決してそうではないんです。人は自由に生きる権利を持っているはずです。私たちは自由に生きる権利、当たり前の権利を主張しているだけなんです。ぜひともこの名護市長選挙で勝ち抜いて稲嶺進さんを名護市のリーダーにする。中途半端な方がリーダーになっては困るんです。何としても私も全力で、武家南昌珉も全力で、皆さんと一緒になってこの名護市を守るため、皆さんの自由に生きる権利を勝ち取るために頑張ってまいりますので、戦っていきましょう、勝ち抜きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。この名護市長選挙にも大きな勢いを与えていただいた武家南昌珉さん、そして小長知事と稲嶺副市長で新知事にストップをかけましょう。新知事を歓迎させましょう。大きな勇気をいただきました。